これには才能がないさん、よろしくお願いします。大学では俺は予備校で友達たくさんできたと家を張ってるんですけど、本当は一人もいない。俺はテキストを睨みながら人を蹴落とすことばかり考えていた。喧嘩ばかりする俺にたまにバレて、黒先生は俺に忍耐という言葉を送った。彼は無役だった。しかし誰よりも優しかった。こんな夢希望もない野良犬に愛を育てた。俺は兄弟を目指した。ヒロ先生を喜ばすため、1日19時間コーヒー一気飲み、それでも京都に行けなかったよ。みんなに勝ちたくて自分を証明したくって、友達になりたくて頑張ってきたよ。俺には才能がない、俺には才能がない。そして俺は諦めた、権力にやって人に愛されること。俺は予備校で偏差値70だったと家を張ってるけど、それは数学だけだった。国語は48だった。しかもトータルでは偏差値60もなかった。努力してもダメだ、俺にたまに枯れて、池田先生は俺に予習語という言葉を送った。彼はボケ老人だった。しかも相手にされてなかった。こんな夢希望もない俺からも無視されていた。俺は兄弟を目指した、池田先生をばかりするため。目標700点、実際は500点。弟大輔に負けてしまったよ。みんなに勝ちたくて自分を証明したくって、友達になりたくて頑張ってきたよ。俺には才能がない、俺には才能がない。そして俺は諦めた、池田先生をばかりすること。才能がない、俺には才能がない。そして俺は諦めた、権力にあって一人愛されること。
つらくてよかったですね。やっと雨もやんで、今年も毎年2日目が雨になるんですけど、今年は午後からこう晴れた感じで、多分明日も雨降らない感じでいけるんじゃないかなと思いますね。いつか、まあ、雨になったら、しかも雨降らなければ、まあ、すごいこと楽しい、まあ、本当に楽しいですけど、さらに楽しい大人になるのかなと思います。すみません、ダック哲也さん、ありがとうございます。えぇ、暑くないの？暑いです。暑いし、しかもこのメガネが曇って前が見えないんですよ。そうですよね。いや、最初はすげーな。ちょっと、ダック哲也さんだなと思ったんですけど、曇って、ちょっと、本当にそうかなって微妙になっちゃったんですね。なかなか、すげえ。前が見えないんですね。あ、ちょっとこんな格好で、しかも、で、こんな、前も見えないんですけど、まあ、ちょっと続け出してもらいますね。今回は2回出させてもらって、今日の12時とあと明日の午後2時があるんですよね。で、明日の午後2時だと俺にはさようならいけるってのなんですけど、俺にはさようならいけるでちょっと新曲を作ろうかなと思ってて、明日もちょっと普段歌わない歌をたくさん歌って新曲を作るかどうかわかんないけど、まあ明日もなんか全然違うレパートリーでやろうと思ってるんで、今日はちょっと守りに入って普段歌ってるやつを歌います。ですね、なんでちょっと歌う歌がもうなくなったらそのまま作りますので、なんか適当に進んでください。はい、その場で作ります。はい、歌がなくなれば、じゃあ2曲目出してもらいます。まあ長くはね、私が、友達の結婚式の歌をいつも、友達の結婚式に終わった時に結婚式の歌を作っていて、そのレパートリーには今や20曲ぐらいはあるんですけど、20曲ぐらいはあるんですけど、ほとんど忘れてしまってですね、その曲を作ったそのメモをそのまま置き忘れてなくしたとか、あとその時パート作ったけど、まあ、いずれ思い出せるだろうと思いきや思い出せなかったとか、そういうのばっかりで、あんまり残ってるやつがなくてですね、で普段歌ってるやつがみんなに好評なんで、一番最初に作ったやつをこれから歌いますね。はい、じゃあ行きます。心から喜ぶ人だから
黒いのあったか俺愛を確かめる鳥で僕俺がここでした職場の同僚は結婚を間近に控えていて
の魂が光らうような錯覚に一人で包まれて並んで仕事を教わりながら手を触れないようになりました。昼休みに懸命に話しかけても、なんだ俺には尊敬ないんだ。だけど俺が先輩と話してる時はなぜかすすり泣いてたんだ。表示が変わる最後の日、彼女は初めて一人が移植して戻ってきてから俺に目もくれずに机の上で顔をつく。
よかった、俺時間足りなくなってここで即興で曲作んなきゃいけないのかなとかちょっと思ってたんですけど、ちょっとそのピンチを出すことができました。よかった、グダグダ話したかったです。あ、じゃあ最後なんで、なんていうか、最後は今回も俺は振られていたんですけど、毎回毎回俺も40なのに、いまだに結婚できないのはなんでだろうって聞かれるんですけど、まあちょっとそんなこと聞くなって見ればわかるだろうって答えてたからなって言ってやりたいんですけど、付き合ったことがないんですよね。付き合ったことがなくていつも振られてばっかりなんです。なんでちょっと自分が今まで振られ続けてきた奇跡を作った振られ振られ人生を歌って最後に締めたいと思います。怖いよ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 、気持ち悪いストーカー千尋、怖いよ隣のステージの真ん中半年から性格って悲しかことなきのにで実家を調べて釧路に戻ってからアパート調べ上げてレポート40枚ラブレター渡したストーカーしているよ。古川さんは泣き出した過去から連絡が来て彼女は通報するの研修中に係長のために買った土産は裏地で買った1メートル50センチのフリーマウスだった。彼女は受け取らなかった。僕は振られたんだ。そしたら夜課長が僕に困ってって電話をくれた。渡辺ちゃん勇気があるな、みんなの前で告白するって。渡辺ちゃんそのミニバース渡辺ちゃん持っとったらいいやかね。そしてピーって名前をつけてハサミで股間に穴を開けて、ダッチは犬にすればいいやかれ3年あらせなかった。心クラスメイトに告白しようと裏切り呼び出し一発やらせてくださいって言った。やっぱり彼女も逃げ出した。次の日学校に行ったらもうゼロ10回みたいになって、女子が誰も近づかなくなった。ところで古川さんの件でもう一回謝りに家に行ったらドア越しに怖いよって泣かれて、俺のあだ名怖いよになった。ありがとうございました。